トランペット奏者のマミヤンこと中尾マミです。本日の企画はこちら、話題のチャット GPT に自分のことを質問してみたというわけで、マミヤンチャンネル恒例の箸休め企画です。いつも真面目にレッスンしたり演奏したりしてるんでね、たまには何も考えずこういうのもいいじゃないかということで、今日は話題のチャット GPT を使ってみたいと思います。皆さんご存知ですか？チャット GPT というのはオープン AI 社が開発したチャットボットのことで、会話型で AI とやり取りできるだけではなく、テキストの要約や翻訳などもできるという優れものです。リリースからわずか2ヶ月ほどでユーザーが1億人を突破したことでも話題を呼んでいます。もちろん AI はまだ学習中なので、ここで出てくる情報が全て正しいわけではありませんから、お遊びだと思ってご覧いただければと思います。最新の AI チャット GPT vs マミヤン、勝敗はいかに？それでは参りましょう。レッツゴー。さあ、では早速使ってみたいと思います。チャット GPT のサイト自体は英語で構成されているんですが、質問を日本語でしたら日本語で返ってくるみたいなので、今日は日本語で聞いていきたいと思います。じゃあね、初対面なんでチャット GPT さんに挨拶をしてみたいと思います。まず、はじめまして、私は中尾真美と申します。トランペット奏者、女優、YouTuber として活動しています。よろしくお願いします。はい、では送信。お、はじめまして、中尾真美さん。私はチャット GPT と申します。トランペット奏者、女優、YouTuber として活躍されているとのこと、とても素晴らしいですね。どのような活動をされているのでしょうか。お話しするのを楽しみにしています。帰ってきましたね。若干なんかこう、私が言ったことを復唱しているような感じなんですけど。まあこうやって学習していくんでしょうね。じゃあ続きを、せっかくなんで会話をしてみましょうか。どのような活動をされているのでしょうか。コンサートを開いたり、映画に出演したり、動画を制作しています。はい、お、素晴らしいですね。音楽、演劇、映像制作と幅広く活動されているのですね。それぞれの分野でどのような活動をされているのでしょうか。また今後の目標や挑戦したいことなどがあれば教えてください。なんかちょっとインタビュアーっぽくなってきましたけどすごいインタビューされてますね私。はい、では、音楽は主にクラシック、ポップス、ジャズなどジャンルを問わず演奏します。女優としては映画や CM、テレビ番組など様々です。たくさんの作品を後世に残していくことが目標です。ちょっと大きなこと言いましたけどはい、送信。お、中尾真美さんの活動は本当に多岐にわたりすごいですね。音楽ジャンルも幅広く、女優としても様々な作品に出演されているとのことで、これからもますます活躍が期待されますね。後世に残す作品を増やすことが目標とのことですが、そのためにはどのような取り組みをされているのでしょうか。また今後の活動についても教えていただけると嬉しいです。なるほどもう本当にインタビューですね結構なんか質問で返されるんですね。やっぱり情報を欲してるのかな。そうだな。様々な作品を残していくために、自身の表現力を磨き、どんな音楽、どんな役でも対応できるようにトレーニングしています。今年はコンサートツアーも控えているので今から楽しみです。はい、表現力を磨き、
幅広いジャンルに対応できるようにトレーニングを積んでいるとのこと。素晴らしいですね。毎回素晴らしいって言われますけどその取り組みが実を結び、様々な作品を残すことができると思います。またコンサートツアーも控えているとのことで、ますます忙しくなることでしょう。どんな内容のツアーになるのでしょうか。ファンの方々に向けて何かメッセージがあればお願いしますなんか雑誌の取材みたいになってきましたね、本当に。じゃあせっかくなんで書こうかな。どうしようかな。コンサートツアーのことだよね。フランス文学レミゼラブルを題材にし、朗読付きミュージカルをメインにお届けします。そうなんですよ皆さん千葉、石川、大阪、東京の4カ所を回ります。詳細は後日 YouTube マミヤンチャンネルにて発表しますのでお楽しみに送信。レミゼラブルを題材にした朗読付きミュージカル、とても興味深いですね。千葉、石川、大阪、東京の4カ所を回るとのことで、各地のファンの方々が楽しみにされていることでしょう。発表は後日 YouTube で行われるとのことですので、ますます楽しみになりますね。中尾まみさんの活動に応援しています。ありがとうございますはい、ということで、どさくさに紛れてツアーのことを話しましたけども、今お話ししたようにまた後日動画にて、来月ぐらいになると思うんですけど、詳細の方発表したいと思いますので、楽しみにしておいていただければと思います。まあでもこうやって私の情報をどんどん聞き出していって学習していくっていうことですよね。それでまあ会話が成立していくというか。でもちゃんと一応会話にはなってますもんね。なんかわけのわかんないことを言い出したりとかはないので、今のところ面白いですよね。さあ、それでは本題、私のことについて質問をしてみたいと思います。まあここまでね、一応情報を与えたので、ある程度私が与えた情報の中から答えてくる感じになるのかなと思うんですが、トランペット奏者の中尾まみについて教えてもらえますか、という質問をしてみたいと思います。どうなんだろうね、今私が答えた中からしか情報は出てこないんだろうか、それともなんか別の情報が出てくるのか。じゃあ参ります。送信。はい、中尾まみさんはトランペット奏者、女優、YouTuber として幅広く活躍されている方です。いや、今私が教えた情報ですよね、これね。はい。で、音楽面では幼少期からトランペットをはじめ、国内外で演奏活動を行っています。まあ幼少期じゃないね私トランペット始めたの高校生からなので、あんま幼少期じゃないですよね。国内外で演奏活動、まあまあ間違ってはないですけど、まあ基本的には国内ですかね。国外でも演奏したことありますけど、まあそんな活動してるっていうほど言ってないので。はい。で、クラシックやジャズ、ポップスなど幅広いジャンルに対応し、数々のアーティストと共演しています。まあまあこれもさっきね、ジャンルに関しては説明した通りになってますよね。まあ数々のアーティストも共演してます。はい。また独自のスタイルを追求し、新しい音楽表現を創造することにも力を注いでいます。これ新しいワードですね新しい音楽表現、まあそうですね、みんなそうだと思うんですけど、まあ自分の表現っていうのってまあ真似できないことなんでね、まあそういう意味では新しい音楽表現を想像してるかもしれないですね。そして、女優としては、トランペット奏者のこと聞いたけど、女優の話もしてくれるんですね。女優としては映画やドラマ、舞台などに出演し、多彩な演技力でその才能を発揮しています。まあまあまあ、映画は短編ですけどね、出たことがあって、またこれも今年公開されると思うので、皆さんにももしかしたら見ていただく機会があるかもしれないですが、
ドラマはね、まあまあ出たことなくはないですけど、本当にちょっとの役で出たことがあって、で舞台はね一回もやったことがないんですよ。はい、映像系のね、役者をやってるのでメインで、まあ多彩な演技力っていうのも、まあね、女優の仕事し始めて6年ぐらいなんですけど、その間3年ぐらいコロナとかもあったので実質3年ぐらいしか活動してないから、まあ全然多彩ではないんですが、まあなるほど。はい、そしてまた YouTuber としても自身のチャンネル、まあ、みやんチャンネルを開設し、音楽や日常生活など様々な動画を発信しています。まあ、これは間違ってないですよね。うん、まあ、みやんチャンネルは一応音楽がメインではありますけども、結構こういった全然音楽と関係ないね動画を出したりとかもしてるので、まあまあ間違ってないと思います。幅広い分野で活躍され、多方面から注目を集めている中尾真美さんの今後の活躍にも期待が高まりますということでね、まあ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 、期待していただけてありがとうございますということでまあでも、やっぱり会話を積み重ねていくと、その中の情報から、まあ、おそらく推測というか、推理をして、こういった情報を出してくれるっていうような形ですかね。なので、まあ、めちゃくちゃ的外れなことを言ってるなっていう感じはないんですが、このね、はじめましてってこの挨拶をしてから会話をするとやっぱり学習してこういう風になるんですけど、この何も私の正体を明かさないまま私の質問を実はしてみたんですよ。そうするとね、こんな答えが返ってきました。はい、同じ質問、トランペット奏者の中尾真美について教えてもらえますかと、何も正体を明かさない状態で質問をしたところ、トランペット奏者の中尾真美さんは日本を代表する女性トランペット奏者の一人ですそんなことはないですもう本当にしがないトランペット奏者なんですけど、中尾さんは1981年に東京都で生まれ、早くから音楽に親しんでいました。まずここです。私ですね、1985年生まれなんですよ。はい。で、東京都で生まれって書いてますけど、私生まれは愛媛県です。母親のね、里帰り出産で愛媛県で生まれて大阪で育ってるので全然違いますねで、早くから音楽に親しんでいました。まあこれは間違ってないですかね。トランペットはね、高校生からなんですけど、4歳からピアノやってるので早くから音楽には親しんでましたね。で、高校生の時にジャズに魅了されトランペットを始めました。まあ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 、高校生でトランペットを始めたんですが、ジャズに魅了されたかと言われるとそんなことはないかなっていう感じですね。ポップスをよく聞いていて、でそこからトランペットを始めたっていうか、まあもともとね、吹奏楽を始めたのは中学生の時なので、まあ、別の楽器をねやってたんですけど、まあ、なのでクラシックとかがすごい好きで、やってましたけどね。まあジャズも好きですけど、ジャズに感化されたわけではないかなっていう感じではありますね。でその後、東邦学園大学音楽学部に進学し、トランペットを専攻しました。はい、これも関東の大学ではなく、大阪の総合大学音楽学部にトランペット専攻で進学をしました。はい、なのでここも全然違いますね。で、卒業後は東京フィルハーモニー交響楽団や日本フィルハーモニー交響楽団など数多くのオーケストラで活躍しました。一回も乗ったことないですねびっくりするぐらいすごい人ですね。はい、またジャズやポップスの分野でも精力的に活動し、 CD のリリースやコンサートなどでも活躍しています。はい、これも全然違いますね。まあ CD は出したことないですはい、なのでもうこれも大嘘ですねで、中尾さんは優れたテクニックと表現力を兼ね備え、国内外で高い評価を得ています。また女性トランペット奏者として男性に比べるとまだまだ少ない存在であることから、その存在感や活躍が注目されていますということなんですけど、まあまあこの辺は、ね、客観的なところなので、まあ、自分としては何とも言えないですけど、まあ女性トランペット奏者って私の年代では確かに少なかったかもしれないですね。大学でもほとんど女性の専攻生って私より上はほとんどいなくて、で私の1個下2個下ぐらいからすごく女性が増えてきたんですけど、それまでは、まあ、私同学年は女性1人もいないんですけど、
なのでまあ確かにそれはそうかもしれないですけどね。まあただね、今は本当に女性奏者って増えてきて、まあオーケストラに入る人に関してはまだやっぱり男性の方が多いかもしれないですけど、女性もだいぶ増えてきましたよね。なるほど、こんな風に、まあ、何にも情報を与えないでいるとこういう感じでなかなかのすごい経歴が出てくるということなんですけどね。はい、一応ネットで私の名前で検索すれば、まあ、経歴とかは出てくると思うんですけど、チャット GPT にはマイナーすぎたようです。これからチャット GPT にも認知していただけるようにますます頑張っていきたいと思います。さて、いかがでしたでしょうか。この動画良ければ高評価ボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。また、Twitter、Instagram、TikTok もやっておりますので、ぜひフォローよろしくお願いします。もう一度念を押しておきますが、チャット GPT はあくまで人工知能チャットボットなので、正確な情報を話してくれるとは限りません。過去のやり取りなどで回答は大きく変わりますので、すべて鵜呑みにせず、ソースは自分で確認することをお勧めします。でもこちらが話したことを覚えておいてくれるのは嬉しいですよね。人間はすぐ忘れますから、私もこれぐらい記憶力が良くなりたいです。チャット GPT のリンクは説明欄に貼っておきますので、興味がある方はぜひ使ってみてはいかがでしょうか。それではまた次回の動画でお会いしましょう。トランペット奏者のマミヤンこと中尾マミでした。バイバーイ。